最初はね、あのオリジナルキーで歌ってたんだけどね、一応あの下げないと歌えないと思って下げて、それでちょっと取り直してまたねアップしたよね。なかなか難しいよなこの歌。これね面白いのはね、Don't let me, don't let me って音程あるじゃない。これドシラドシラなんだよね、実はね。なのにドレミドレミって歌ったのおかしくない？ドシラだよ、これドシラソだよ、ドシラドシラね。ちょっとマリニャン風になってるな今日は。まあでもスーサイドだからね仕方ない。ほいで今日もね、ベープリキッドデビューちょっとやってみようと思う。一番うまいリキッドは何か一言で言う、これだな。みんなこれいいよ。これはミカサのなんていうっていうか、ミカサのね、武蔵っていうんだよね。書いてるでしょ。いや全音、あチョニーはね、あの普通、あ普通じゃないよ、オープン A だけどね、あの全音をね、あのコードを下げたのね。これは、C シャープで始まるんだけど B で、あのやらないとドレミダーンをやるね。例えばドレミダーン、ドレミダーンがオリジナルはドレミダーン、ドレミダーンってあのなんていうの咳が出る、歌えないことない。かわいい。そしてあのこれは何の味かっつうと、ね、シナモンアップルパイカスタードで、これだけでも美味しいんだけどね、ちょっとね濃いね。でシナモン自分そんなに好きじゃないけど、このシナモン美味しいんだけどね、それになんとビソーのか、これはカスタードアップルパイ、これもこれはねカスタードアップルパイで、何も入ってない、あれはシナモンはね入ってないんだよな。これをちょっと半々ぐらいかな、半々よりもこいつの方がちょっと多いぐらい。ビソは高い、 30ml で4000円近くすっからね、超高級リキッドだよこれ。1日に吸ったら1月12万、年間で145万円も取られるよ、気をつけな。そしてこれ調合して作った、するとどうなるかって言ったら、みんな吸いたい、めちゃくちゃ美味しい。これはね自分はね今までリキッドね、緑でも売ってるよ。もうたくさん見せないよ。あのカスタードとアップルの具合はグッと上がる。足して2で割ると。それでちょっとマイルドになる。なんでマイルドになるかって言ったら、シナモンが少し抜けて、これがねバターピーナッツに変化するんだよね。自分これ大発見して、自分はねこのあのシナモンも美味しいなと思ってたんだけどね、バターピーナッツに最高だね。バターピーナッツアップルパイになってしまってね、これをね足して2で割るっていうのはね、ぜひみんなやって。これはねヤフオクで売ってる、これもヤフオクで売ってるかな。ビソーもね、ミスカサもね。ほんでね大変なリキッドっていうのがあってね、それが何かっつったら、それもやっとかないとダメなんだけどね、それは何かっつったら、ねあれこれだ、ニコチケット。これも割とメジャーなんだよ、値段がちょっと安い。30で2000円ぐらいかな、確か。ほんで、これ話題のね、グラビティ。
ドレミダオンのドレミだった今このグラビティって書いてあるでしょ、ニコチケットグラビティ。自分はこのニコチケットはね、こっちも買ってね、あとウイルスっていうのが美味しいらしいんでね、ウイルスも買って、あ、カスタードね、これは普通のカスタードだ、まあ、美味しいって言ったら美味しいけど、気を失うぐらい美味しくはない。あのミカさんに比べたらね、やっぱりちょっと落ちるね、値段が安い分ね。まあ女のは貧乏人が吸うもんだよ。リンダみたいに年収が8億5000万640円あるようなね、人間が吸うチケットではないんだよ、あ、リキッドではね。ほんでグラビティ、これ吸ってみるよ。さまざまなフルーツ、オールフルーツのトランス、ステイステイ、ステイタルステイタルステイ、味っていうことね。一つ気づいたことがあったんだよ。これはね、匂うとね、何かの匂いに似てる。思い出したよ。これね、ママレモン。これは30ミリリットルで2000円とかちょっとする。これは240ミリリットルで399円。同じ匂いだよ。これちょっと開けるか。全く同じ匂い。そして思ったんだよ。そしたらだよ。これで吸ったら同じじゃないかと。ちょっと今やってみる。みんな見ててよ。そしたら安上がりじゃない。オーツル行くよ。で少し水蒸気を出すために加熱する。あー、いいね、湯気が立った。で吸うよ。うん、ラリッタ、全く同じ味だよ。自分はおすすめは、グラビティ、それともママレモン、ちょっとママレモンかな。だってコスパ最高じゃない。禁煙電子リキッドニュータイプの天然素材 PG100% ママレモン、美味しいぜ。